二人目だけね、殺さないからね。キャッチャーは12番やったんや。そう、こっちで、ハンファー。うん。今の球。はい。109もない。あった。キャッチャーやね。キャッチャー。いい選手。はい。はじめ J4 だったな。
多一点吗？走行試合がもう一回にあるんで、うん、そうそう。その時に、春の高校は県大会、あの抽選もある。春季の、春季県県の大会の。そうは簡単に負けんと思うけんの、うんうん、誰が投げて1番がおったら、あの打ったらもういいからね、今年が燃えてるピッチャーを下本、下本どっちがいいです、え間違いなく岡村が一段上や、一枚二枚やな、あの岡村とかをケラケラじゃん、うん、あんまり掘ったら個数じゃせんのかといえば細いでしょ、大学行ってからですよね、あのこれ。でも45号店を掘りますもんね、そうよ、あの掘ってるもんはええよ、バッティングもええしね、うん、あれと位置が頼みですね、下本が35号場行けやなんとか格好作ろうけんど、言うちゃうけんど、まあ春になったら監督が放られたんで、下本出たお父ちゃんがなんかね、あの何少年野球の監督陣かな、第4かどっかやったんだ、あそう、第4彼上野焼き三日月かと思ったら違うかい、違う違う、ほんでどっかあのピンペンじゃと思う、あのなんだお父ちゃんがね第4の少年野球の監督だな、スラッガースか、町田の工事郎がそこの OB、 誰の町田工事郎、あ、はいはいはい、6年の時、僕はもう社会人やったけどもう28センチのバイク履きよったら、あ、兄弟だったね、あ、兄ちゃんは東ガス行ったんですね、 あの親父とうちのおふくろがいいとこやって、そうですか、あのほら、前何言ったっけ、ピアホールみたいなのやったけど、これのも、これも、あ、それは違う。